岐識県は、日本の法学者、経済法学者、行政法学者、横浜国立大学名誉教授、元放送大学学長。指導教授は、丹、宗ノ信。1970年北海道大学法学部、卒業。1975年北海道大学大学院、法学研究科修士課程修了。1975年、 横浜国立大学経済学部助教授。1989年、横浜国立大学経済学部教授、同大学院国際開発研究科教授。1997年、イギリスのケンブリッジ大学、イースト、アングリア大学、ポリテクニックに研究留学。1998年、横浜国立大学大学院国際、開発研究科長。 1999年、横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授。2004年横浜国立大学法科大学院教授。横浜国立大学理事。横浜国立大学副学長。2009年横浜国立大学定年大館。放送大学教養学部教授。2011年、放送大学副学長。 2017年放送大学学長。このほか、1987年から1990年、放送大学客員教授。1988年から1997年、東海大学法学部非常勤講師。2009年から2012年、大東文化大学法科大学院非常勤講師を務めた。2001年より、シップオーシャン財団発行ニュースレター。 編集代表者、日本経済法学会場を無理時、日本沿岸域学会副会長を務める。2015年度の放送大学の単位、認定試験をめぐり、大学側は問題箇所と認定した部分を削除した上で問題を公開した。経緯問題とされたのは導入部の工業であり、現在の政権は、日本が再び戦争をするための体制を整えつつある。 平和と自国民を守るのが目的というが、ほとんどの戦争はそういう口実で起きる。1931年の満州事変に始まる、戦争もそうだった、表現の自由を抑圧し情報をコントロールすることは、国民から批判する力を奪う有効な手段だった、などと記述されていた。複数の専任教員による事前の構成では特に問題視されなかったが、 日本美術史の試験を受けた学生から、現政権の批判とも取れる文章があったという疑義が出された。これを受け、大学の事務担当者は、問題を作成した佐藤康弘に削除や修正を求めたが、佐藤は試験問題に不備はないと回答したところ、該当部分の削除を通告する文書が、宮本道子副学長名で、佐藤のもとに届けられた。学長であった。 岡部陽一は一連の経緯について、本学としては科目を担当する教員の学問の自由を基本に、大学運営に取り組んでまいりました。本学においては、放送による授業と印刷教材及び単位、認定試験の相互の保管席係及び一体性に、鑑みて単位認定試験についても公平性、公正性の確保が必ず要と考えてきました。 本学の考え方を同教授にお伝えしましたが、残念ながらご理解をいただけず、本学の責任において一部削除した上で公表することとしましたと声明を発表した。儀式の解釈と批判副学長であった儀式は、毎日新聞で学問や表現の自由には十分配慮しなければいけないが、放送大学は一般の大学と違い、放送法を遵守する義務がある。 資金問題も放送事業と一体のものと考えており、今回は放送法に照らし公平さを書くと判断して削除したという見解を表明した。知識の見解の根拠は放送法第4条であり、放送局に対し政治的に公平である意見が対立している問題は、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることを求めるものである。しかし、 総務省放送制作課の担当者は、紙媒体は放送されなければ、放送法第4条の規制対象にならないとして、記式の解釈を否定する見解を示し、メディア法の専門家である、服部孝明は、毎日新聞史上で、学問の自由の観点から、記式の解釈を異常な反応だと批判した。異常な反応だ、服部孝明。 立教大名誉教授の話政権批判がダメならば、慰安婦などいろいろな問題が出題できなくなってしまう。削除する必要は全くない。表現の自由以前に学問の自由をどう考えているのか。放送大学の試験問題の出題が政治的中立性を保たなければならないのならば、抗議そのものが成り立たなくなり、多くの授業で放送大学の存在意義が問われる。 学問における中立性が何なのかが問われる異常な反応だ。ありがとうございます。